皆さんこんにちは、エンクリプトのラーナーです。マネギンです。このチャンネルでは仮想通貨と英語について皆さんと一緒に学ぶチャンネルです。なお注意点として、私たちの情報を参考にしていただくのは嬉しいのですが、投資の際はあくまで自己責任でご判断するようお願いします。皆さんこんばんは、マネギンです。深夜のチャート分析を行っていきたいと思います。まあ、今日はちょっとゆるく分析を行っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。現在の時刻は6月23日1時41分。今日はちょっと台本用意してないので、本当にもうこんな感じでまったりと喋りながらになります。ビットコインの4時間足を表示してます。ビットコインは先ほどですね、一時、28,500ドルぐらいまで一時的に下がりました。その後今回復して、一気に3万2000ドルぐらいまで回復してきてる状況です。まあ、一旦この辺りで売りの圧力っていうのはだいぶなくなったんじゃないかなと思ってます。まあ、サイクルの観点から見てもなんとなくですけど、まあ、大体ワンサイクル一旦終わって、まあ、こういうふうに矢印の上昇が見込める段階なのかなという認識ですね。実際この辺り RSI はダイバージェンスちょうど起きているような感じですし、まあ、ストキャスとかもかなり、ラレス系の指標で、まあ、若干ダイバージェンス起きてるかなというような状態になってますね。なんで、ここからかなり長期の目線でいくと、一旦、買い、ロングで、見ていっていいのかなと思ってます。ただ、やっぱり下落強い状況ですので、下落にはちょっと注意しながら見ていく必要があるのかなと思ってます。じゃあこれで、この影響でちょっとテンセットの方も見てみましょう。はい、こちらもテンセット4時間足表示してます。やっぱりビットコインの下落につられて、昨日アップロードした、ここですね、サポート 1.5ドル付近っていうのがこう割ってきて、ちょうど1ドルが今サポートラインになっているような状態です。現在でも4時間足でもここら辺あれですね、RSI に関しては、20とかのあたり、それから数に関してもかなり、売られすぎの状態になっているので、一旦、短期とか、それかもう長い目線で見るということであれば、テンセットに関しても、一旦買いでもいいのかなというふうに認識しています。サイクルはちょっといろいろ、ここのところ、相場の動きによって、このサイクルの長さをですね、長くしたり短くしたり、すごい今頻繁にやってて、かなりちょっと分析難しい状況にはなってるんですけど、意外とこの長めの設定でいくと、この辺りもしかしたらビットコインとかの動きにつられて、サイクル一旦終了して、まあ、短期ですけど、上に上昇する可能性があるなと考えてます。エリオットファブに関しても、このようにですね、今ちょうど、ちょっと変な感じかも、形かもしれないですけど、誤波形成をしているような雰囲気にも見えてまして、かなり、この辺りで、ま、もう一回、もう この2ドルぐらいからずっと買いだ買いだとか言ってるんですけど、まあ、また再度この辺りが一番買いのポイントになってきてるんじゃないかなと認識してます。まあ、割ってきたらまたここの辺りで損切り、すればいいので、まあ、かなりリスクは低いのかなと思います。ただ、まだまだ下目線には注意して、もうさらに下放るようだと、今のところ次の僕のサポートラインとすると、一応 0.、ここら辺です、0.8 ドル付近かなと認識してます。ちょっとここら辺は、サポートラインっていうのがないので、まあフィボナッチとかのうまいこと使いながらですね、分析していかないといけないのかなと考えてます。ダウ理論で、高値切り下げ、底値切り下げで現在は来ているので、トレンドラインもこのような形で引けるので、一旦短期でのこの辺りから買いは見込めるのかなという認識なんですけども、このトレンドラインをきちんと超えてくると、やっぱり買いの勢いっていうのはようやく強くなってくると思うので、
それまではもしもこのトレンドラインとかに、負けるようだとどうしてもこういう感じで、ね、下に行く可能性が高いので、そのあたりはちょっと気をつけながら、トレード、するように皆さんご自身で判断していただくのが良いのかなと考えております。ここからは CKB のチャート分析を行いたいと思います。以前一度ですね CKB の動画をアップしまして、その時に、サイクルに基づいた、分析でですね、だいたいこのように CKB が180、4時間足表示してるんですけれども、180本ぐらいでだいたいこういうふうにワンサイクル形成しているということでした。でそのあたりでは、6月22日のあたりがまあまあ買い場になるんじゃないかっていうお話だったんですけれども、現在は6月23日ということで、ちょうどバーの数がですね、前回のここですね、そこ、から今ちょうどここが180ポイントのところになってきてまして、で、さらに水平ここですね、前回のサポートとなったこの 0.01 ドル付近で、今回のまあビットコインとかの動きにつられて下落したところがまたちょうど 0.01 ドル付近ということで、かなり意識されてここから今反発して上昇しているような状態です。なんでこの辺りからも分析すると、他テンセットとか、ビットコインとかもかなりタイミングとしたら買いの、時間帯なんじゃないかなと認識してます。もうこの辺り、CKB に関しても今ストキャスの設定でちょっとあれですね、スタードーム下落してってますけど、まあ、ここら辺でダイバージェンス起きているような感じで、で買われ、売られすぎですね、だいぶ8とか11とかっていうあたりなんで、RSI に関しても同じように、ここら辺でダイバージェンスちょうど起きてるような感じです。で値も20、ごめんなさい、30かな、30下回ってるので、やっぱり買いの、認識でいってもいいんじゃないかなと、こっち方向ですね、こういう感じで上昇の目線で行ってもいいのかなと思います。まあ、ただ、やはりこれあたりは短期目線になってくると思います。どこ高値に関してはそこ、こういったところまで上がっていかない可能性が高いですね。今のところはここら辺もやっぱりダブリオンで高値こう切り下げてきていますんで、まあ行っても、そうですね、トレンドラインも引いてみるとこういう感じで高値切り下げできてるんで、また一旦はやっぱりこのあたり、このトレンドラインにぶつかるところまでが上昇目線かなという認識でいいのかなと思います。そうすると、まあ、こういう感じでまた三角の中でこう動く、まあ、こういう感じですね、三角、ここのトライン三角形の中で、まあ、こういうふうに動くっていうようなイメージで、想定していくのがいいのかなと考えてます。いかがでしたでしょうか。今回の動画が良かったという方はグッドボタン、またチャンネル登録をしてない方はチャンネル登録をお願いします。また取り上げてほしい内容がありましたらコメントをお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。次の動画もお楽しみに。